今年の演舞場はインターネット、各チームの動画が続々とアップされています。ミュージックスターティング。神町されば情熱の火の鳥でござる。本来なら今月9日から12日までの日程で行われるよさこい祭り、このよさこい期間に合わせ多くのチームが踊りの動画を配信しています。こういったインターネットの利点をフル活用して賑やかな動画をアップしたのが高知県よさこいアンバサダー絆国際チームです。20カ国以上、総勢300人以上がリモートで出演しています。夢のおかげは日野町出身の森直文さんを擁するロックバンドプラチナリズムの曲に合わせ国境を越えて鳴子が弾けています。こちらは今年10年連続12回目の出場するはずだった東京都のチームゾッコン町田98です。集まって練習できないため去年の踊りを各自が撮影しました。ゾッコン町田のメンバーはよさこい大好きだよっていうことを、ああいったのをアップすることによって少しでもお伝えできればなっていうのと、あの画像を見て少しでも元気になってくださる方がいればなという形でやってみました。そしてインターネット上の一大プロジェクトといえば、毎年前夜祭と後夜祭の総踊りを運営しているみんなでよさこいプロジェクトが企画したオンライン総踊りです。全国から寄せられた200組分の成長踊りは見ていると胸がじんとしてきます。高野祭として250組が踊ったグリーンのこの地への動画が午後8時に公開されます。